皆さんこんにちは。今日は令和6年3月18日、私が今来ているのは敦賀駅です。この敦賀駅におととい3月16日に北陸新幹線が開業しました。で、北陸新幹線が開業したと同時にですね、並走する旧 JR 北陸本線は第3セクターハッピーライン福井となりました。で、開業初日にですね、私ハッピーライン福井の方乗車してきました。で、結構ね混んでいたんですけども、今日初の平日月曜日というわけなんですけども、一体どんな感じなのか、今日はですねその様子を皆様にお届けできたなと思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。敦賀駅の中に入ってきました。これですねハッピーライン福井に今日乗るわけなんですけども、JR 線の改札とつながっているので、JR 線の中に入っていきます。ちなみに、今日乗るハッピーライン福井はですね福井県の第3セクターということで、この敦賀とですね福井県と石川県の県境である大正寺までを結んでいます。で、大正寺から石川ってのはね IR 石川鉄道になるんだよね。石川県出身の第3セクターでございます。はい、切符売り場の方にやってきました。ここにですね、JR の運賃表あるんですけども、ハッピーライン福井は JR ではなく第3セクターということで、運賃表なんと値段載っておりません。ハッピーライン福井線ピンク色で書いてあるんだけども値段書いてないっていうね。はい、値段はですね書いてはいないんですが、一応ですね多分この券売機でハッピーライン福井線の切符、買うことができます。こんな感じですね。はい、今日はね竹踏まで乗車するということで、竹踏まへの切符購入します。780円ですね。結構高いです。JR 時代もうちょっと安かったんだけどね、三席になったということで値上げされております。竹踏まへね6駅しかないんだけどね、これで780円は高いよ。まあ一応ですね、あの土地に北陸トンネルっていう長大トンネルがあるんで、まあそれ考えると距離的にはまあ高くなるのはわからんくもないけどね。いや、にしても高いよ。760円あれば前原の手前まで行けるからね。はい、まあいいや、仕方ありません。じゃあ早速ですね、改札の方入って、ハッピーライン福井のホームの方向かいたいと思います。改札の方にやってきました。これから乗りますハッピーライン福井線、こちら普通列車福井行き、これに乗ります。16時6分発ですね。ハッピーライン福井も JR 小浜線も同じ電光掲示板に表示されています。これ同じような会社に見えて全くの別会社だからね、ちょっとややこしいです。ってことでね、改札の中に入ってきたんだけども、今ねいるのは新幹線駅舎の方です。新幹線ができた時に同時に作られた駅舎ですね。すごい立派でございます。で、ハッピーラインの出るホームはですね、ここから先もともとあったホームの方から出るということで、結構ね外れの方です。ハッピーライン福井線 JR 乗り場と書いてありますので、こっちの方進んでいきましょう。連絡通路がありまして、そこを進むとハッピーラインのホームがあるんだよね。で、この31から34番線下に行くエスカレーターあるんだけども、こっちに行くと在来線特急、特急シアサギとか特急サンダーバードが出るホームがあるという感じですね。ハッピーライン福井の列車やってきました。ハッピーライン福井ね、一応ピンク色の車両がですねもうデビューしているんですが、まだ旧 JR 北陸本線の車両、青色のやつですね、521系がそのまま使われています。まあでもね、これも順次新しいですねピンク色、ハッピーラインカラーに交換されていくものかと思われますので、まあ見るなら早めにっていう感じですね。ホームにやってきました。こちら旧北陸本線、現ハッピーライン福井の普通ワンマン福井行きです。せっかくねハッピーライン福井今日も乗るんだったらね、ピンク色の車両を見たかったんだけども、まあ普通のですね青色の北陸本線の車両をやってきました。まあこれも数ヶ月もすれば激レアな光景になるからね。で、隣にはですね普通長浜駅があります。僕てっきりね、あの高知両用の521系は全部ハッピーラインに移管されたのかと思ったんですけども、まだ521系若干ですけども JR に残るっぽいですね。はい、こちら普通列車福井行き、乗車率なんですけども、初日はですねもうドアいっぱいいっぱいになるまで人乗っていたんですが、今日見た感じはですね、そうですね、だいたい座席がまあ全部埋まるか埋まらないかとか、まあ、その程度ですね。めちゃくちゃ超混んでるよってわけじゃないんですが、ある程度混んでるという感じになります。でね、さっきね、あのそこの階段ね降りてくるときに、この列車ね折り返しの前の列車に乗っていた人とすれ違ったんですけども、大きいですねスーツケースとか持ってる人が多かったです。まあ、もしかすると新幹線が高いからここまで普通列車でやってこようっていう人が多いのかもしれませんね。はい、まあ、あとハッピーライン福井線になったことによって特急対比がなくなりましたから、スピードアップしたってのもあるのかもしれません。スピードアップしたからね、新幹線乗らなくてもいいでしょ的な感じかな。はい、じゃあちょっと寒いので、そろそろ乗ろうと思います。
福井線をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は普通列車福井行きワンマンカーです。終点福井まで各駅に停車します。次は南今城この駅を必要とされるお客様がいらっしゃいましたら、ぜひお席をお譲りくださいますようご協力をお願いいたします。新幹線の新北陸トンネルが見えます。これからハペライン福井線は北陸トンネルを抜けて武生方面に向かいます。新北陸トンネルは、ね、16キロぐらいあるんだけども、これから入るハペライン福井の北陸トンネルは13キロほどです。長い長い北陸トンネル、そこを列車は高速で走り抜けます。ですがね、そろそろ、次の停車駅である南今城駅に着くみたいです。南今城はね、この北陸トンネルの、すぐ外にありますのでね、トンネルの中走ってる状態から接近放送というか到着放送流れます。ということで南今城駅に到着。この駅の様子はですね、前回というか初日に上げた動画がありますので、そちらご覧ください。駅名標は完全にハビライン仕様となっております。ハビライン福井線はね、旧 JR 北陸本線の線路をそのまま使っているということで、性能的には結構いい線路となっているんですね。なお列車は割と速いスピードで走っております。まあ、特急みたいに130キロとはねいかないけど、多分普通に100キロぐらいは出てるんじゃないかなと言っていたらね、気づけば次は南城駅です。各駅に止まるけどね、特急対比がない分割と早く武生駅とかに着きそうですね。ということで南城駅に到着。ホームの長さすごい長いけどね、やってくる列車は2両の普通列車のみです。はい、ということで武生駅着きました。この武生駅はですね、主要駅ということでたくさんの乗り降りがあります。かつてこの武生駅には特急サンダーバード、特急しらさぎ号が数多く止まっていたんですが、現在ではですね、ハッピーライン福井という、ね、第三セクターになったということで、特急列車はすべて廃止されました。また新幹線の駅もですね、実はこの武生、それから隣の鯖江にはできないんだよね。なのでこの武生サバイのですね、特急利用者もですね、全て普通列車に乗らないといけないんだよね。そのため結構ね、荷物、大きい荷物を持ってる人も、このですね、ハピライン福井、利用していたという感じなんでしょうね。ということで列車福井方面に出ていきました。こちらの武生駅の駅名標もですね、完全にハピライン仕様となっていますね。いや、綺麗な駅名標、いいですね。幸せのピンク色です。いやー、この武生駅、かつてって言ってもまだ3日前なんですけども、特急列車がね、もうバン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 来ていたわけですよ。それがもうね、北陸新幹線3月16日に開業したということで、もう来ないんだよね。まあ一応ですね、この武生駅から4キロぐらい行ったところにですね、越前武生駅っていうですね、北陸新幹線の駅が建設されております。旧 JR 北陸本線、現ハピライン福井線とはね、一切接続していないんだよね。完全なる単独駅となっております。かつてはね、このホームから富山とか金沢方面に特急列車が数多く出ていたわけなんだけども、
もう普通列車しか来ません。まあ一応快速もあるけどね、全て福井前です。ここにテープで隠されていますけど、多分この裏に富山とか書いてあるんだろうね。はい、また奥に2番3番敦賀方面と書いてあります。これもね、北陸新幹線敦賀延伸までは多分大阪京都方面って書いてあったんだろうね。今じゃ全列車が敦賀止まりです。電光掲示板見えるかな、全部敦賀だね。あ、一本だけ阿波羅温泉があるわ。はい、じゃあちょっとせっかくなんで、この武生駅の外へ出てみようと思います。武生駅の駅前の方にやってきました。こちら駅名表のところに北陸新幹線越前武生駅開業令和6年3月16日と書いてあります。はい、武生駅じゃなくて越前武生なんだよね。ここじゃありません。もうもっとね、外れの方にあるからね、町の。この JR じゃなくてハッピーライン武生駅は武生の町のど真ん中にあります。こんな感じででっかいね、平和堂も駅前にありますし、お店も数多くあります。タクシーも結構止まってるよね。しかし新しくできた新幹線の越前武生駅にはこのようなですね、栄えてる町っていうのはないんだよね。田んぼの中にポツンと新幹線の駅があるという形です。こちらハピライン福井の武生駅の時刻表となっております。鶴間方面はね、こんな感じで毎時30分に昼間はですね、1本ずつ走ってるって感じなんですけども、夕方になると本数が増えます。また福井金沢方面はなんと本数多いんですね。なんと1時間に2本も日中走っております。はい、また夜はですね、敦賀方面と違って増発ないんだけども、朝は最大1時間5本も運転してるんですね。おー、すごい気合入っていますね。しかもね、朝夕にはどちらの方向にも快速が運行されています。停車駅が少ないですね。停車駅見てみると、福井方面は鯖江と福井2駅しか止まりません。また敦賀方面も南城または今城にしか敦賀まで途中止まらないんだよね。快速なかなか速そうですね。今ね、ハッピーラインの武生駅に来てて、これからですね、また敦賀方面に戻るんだけども、まあ同じハッピーライン福井乗って戻っても面白くないということで、ちょっとですね、越前武生に行って新幹線で敦賀まで戻りたいと思います。でこの時間ですね、バスがないということで、タクシーを使って越前武生まで行きたいと思います。バスね、なんか1時間に1本ぐらいしかないんだよ。で全然新幹線と連携も取れていないので不便だね。タッチ決済ビザの、はい、ってことでね、タクシーでだいたい20分ぐらいかかりました。越前武生駅の方に到着です。さすが、できてまだ2日目ということで非常に綺麗ですね。実はですね、僕この越前武生駅できるね2年前ぐらいにね、ドライブでこの辺来たんですよね。まあ真夜中だったんであれだったんですけど、まだ、ね、全然駅前ね、こんな感じの広場とかなくて、なんかこの駅舎のね、骨組みだけみたいな、そんな感じだったんですけども、2年ぶりにここに来たらですね、すごい立派な駅舎になってるなって思いますね。はい、新幹線の駅ということで12両分の長い長いホームがあります。また駅の脇にはね、道の駅越前武生というですね、道の駅も併設されています。これも多分新幹線開業と同時にできたんだろうね。さっき言った武生駅と見比べるとすごい立派ですよね。でまた越前武生ね、さっきも言ったと思うんですけども、駅の周りは本当に何もないです。もう建物一つないね。もうね、山しかないね。はい、そんな感じです。じゃあね、おまけ程度ではあるんですけども、ここから新幹線に乗車して敦賀駅に戻りたいと思います。うわ、すごい、越前武生の駅初めて来たけどピッカピカだね。改札口にやってきました。この駅はね、白鷹と剣が主に止まるんですけども、なんか白鷹遅れてますね。17時5分に本来このですね、越前武生出発するはずなんだけども、現在時刻、17時13分でございます。遅れ20分ということで、多分25分頃にやってくるものかと思われます。それではね、ちょっと切符の方を購入していきましょう。北陸新幹線ね、越前武生から敦賀まで特急券と乗車券両方購入します。乗車券、これですね。はい、いくらでしょうか。1470円です。在来線の倍出したらですね、新幹線に乗ることができるんですね。所時間多分ね、10分かかんないんじゃないかな。5、6分で多分ね、敦賀まで着くと思います。ちょっと高いよね。まあでも新幹線ですからね、仕方ありません。じゃあね、切符買ったんで貼ります。
これあれなんだね、発行駅越前竹風って書かれないんだね、越前竹なんだね。で緑の券売機だから MK12 ということでね、越前竹風じゃない、おもろいね。今ね改札の中に入ってきたんだけども、これからですね白鷹号の、遅れてる白鷹号にこれから乗ります。で白鷹号の重積は1から3号車なんでこっちなんですけど、この階段すごいおしゃれだね、クイッて曲がっててね。で7から12の方だけエスカレーターがあるという感じです。ちょっと疲れるのでエスカレーターで登りましょう。もう今回ダイヤ改正右行ったり左行ったりしてもう大変だったんでね、もうこれぐらいエスカレーター乗っても許されるでしょう。ホームにねやってきました。このホームあれなんですね、真ん中に通過線あるんですね、対比できるような構造となっています。ですがこの駅敦賀からね隣の駅なんであんまりね対比する列車とかないと思いますけどね。こちらがですね越前竹風の新幹線の時刻表となっております。列車の本数なんですけども、敦賀方面日中ですね毎時1本で、午後からですね白鷹が運転するということで毎時2本という形となります。で輝きはですね深夜に1本と朝に1本ずつ止まるという感じですね。列車の本数はやっぱりね在来線と比べると少ないですけども、多分ね新幹線ができる前の特急列車の本数と合算するとまあ大体同じぐらいじゃないですかね。はい、ということで25分遅れで白鷹号入線です。これで一駅敦賀まで向かいます。在来線特急がねなくなって JR 路線も第三セクターに今回転換されたわけだけども、その代わりにこんな立派な新幹線ができるんだったらね結構ねいいんじゃないでしょうか。立派な12両編成25メートル級車体の、非常に長い列車です。白鷹号の重積は1から3号車のわずか3両です。なんか前もうちょっとあったような気するけどね、気のせいかな。白鷹号の重積なんだけども結構混んでますね。お、外国人も乗ってる。敦賀駅ですね、次が終点の敦賀です。意外と乗り降りする人っているんですね。はい、ということで終点の敦賀に着きました。新幹線早すぎでしょ。新北陸トンネル出たらすぐに着いちゃった、うん、やっぱ新幹線って便利だね、うん、まあでも新幹線ね敦賀ということで大阪方面にここから先行くときは乗り換えないといけないんだけどね。はい、ということで本日はですね北陸新幹線が開業したことによってできたハピライン福井に乗って、その後ですね北陸新幹線に乗って敦賀まで戻ってきたという動画でした。ハピライン福井ね平日でもねちゃんと一定数で利用客いましたね。まあさすがに初日みたいな超絶混雑みたいなのはなかったけども普通にそこそこ混んでいました。と言っていたら
東駅止まりの鶴木号をやってきたね。鶴木号ね、結構ね本数あるんだよね。うん、まあ、もともと特急サンダーバードが1時間に2本とか走っていたんで、まあ、それの置き換えと考えるとまあそんな感じなんかな。はい、ということで以上です。このあたりでちょっと長くなりましたけど動画終わります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバーイ。